アメリカでは2021年1月6日に大統領選に関して重大な結論が出されます。つまり連邦議会で次期大統領をバイデンにするかどうかが決定されるのです。これは通常なら単に儀式として行われるんですが、今回は様子がちょっと違います。トランプの側がバイデンに選挙不正があったとして選挙結果を争おうとしているんです。根拠はいろいろあります。 バイデンに投票した同じ投票用紙を何回も数えたとか投票で使われたコンピューターに仕掛けがしてあったとか今回はそういうことを調べるのではなく数学的な方法で不正があったかどうかを検証してみたいと思いますこれは平成29年の都道府県別の人口です 単位は1000人なので、0を3つ加えると実際の数字になりますが、今回はそれは関係ありません。各数字の頭の数字だけに注目するんです。つまり、北海道は5320。532万人ですが、頭の数字は5です。これですね。人口の多さは関係ありません。 人口の比較的少ない島根県は68万5千ですが頭の数字は6ですこの表にある数字を全てこういうふうに見ていきますそして頭の数字として一番多く現れるのが1から9までのどの数字なのか調べてみてくださいわざわざ数えなくてもざっと見ただけで1が多いと思いませんか青森、岩手、 それから山形、福島、ここにもここにもあります。そしてこの列にはここに2つ、あとここにもここにもあります。この列はまだあります。岡山、山口、それから愛媛、ここは全部1で始まってますよね。これは偶然なんでしょうか実はそうじゃないんです。必ずそうなるんです。これが今日のお話です。 例えば数字を1から500まで並べたとします。最初の1桁はそれぞれの数が1回ずつ出てきますね。でも次の10から19までは10の位ですから一番最初の数字は全部1になりますね。つまり1が10回出てきます。次の20から29までも同じで2が10回出てきます。こういうふうにして99まで行った後は100になります。 100の位になると、100から199まで、最初の数字はすべて1で1のオンパレードになります。同じようにして、200から299までも2のオンパレードになりますが、500までという約束なので、5から以降の数字はオンパレードにはなりません。 切る場所を500ではなくて、200にした場合、300にした場合、400にした場合、500にした場合、600にした場合、900までずっと順番に区切っていったとすると、その中に含まれる1の数はどうなるでしょう ?200 までに区切った場合は、1がオンパレードになって、2から以降はそうはなりません。 300まで区切った場合は1と2がオンパレードになって3以降はオンパレードになりません。つまり1という数字はいつもオンパレードになるということなんです。さっきは1から500までの数字を順番に並べましたが今度はランダムに並べてみます。しかも提示する数字の数を例えば200個に限定してみます。 そうした場合でも1が出る確率が多くなることは容易に想像できますが、それではどのぐらいの確率になるんでしょうか。それを計算した人がベンフォードです。1938年のことでした。このグラフの左側に書いてあるパーセントは、1から9までの数字が頭に出現する確率です。 やはり1が出現する確率が断突に大きくて30.1%その次が2で17.6%以下3、4、5、6と行くに従ってだんだん少なくなっていくのがわかりますここで重要なことは対象にする数字の数が無限大になっていないということですどこかで切る場所はあるということです 数学では無限大を使うことがありますが、現実世界では無限大はまず起きません。そしてもう一つ大切なことは、扱う数字がランダムだということです。例えば、川の長さはランダムです。そして川の数は無限大ではありません。この世の中にあるほとんどあらゆるものの数字が、このベンフォードの法則に従います。それでは、いくつか例を見てみましょう。 はじめは日本の市区町村の人口です。青色のグラフがそれですが、ほぼきれいにベンフォードの赤色のグラフに一致しています。グラフがずれていた場合は、それは元の数字がランダムなものではなく、何か人工的な手が加わったものだということになります。もうお分かりだと思いますが、選挙の投票に手が加えられたかどうかが、このグラフの形を見るとわかるわけです。 はじめに日本の選挙を見てみましょう。2020年に行われた東京都知事選です。ちょっと4と5のあたりが気になるところですが、まあ、ほぼベンフォードの法則に沿っているので、まともに行われた選挙だと思います。次は2017年の衆院選、東京都小選挙区です。 5、6、8のあたりがかなりずれています次からはアメリカ大統領選ですはじめはブッシュとゴアが戦った2000年の選挙ですベンフォードの法則からはかなり外れていますこのグラフはブッシュとゴアのものが一緒になっているのでどちらが不正を働いたかまたは両方が不正を働いたのかは分かりません 次は2016年の大統領選挙ですが初めのものはホーマツ候補ですちょっと6と7が気になりますがさっきのブシとゴアのものよりはずっと綺麗です次は同じ2016年のトランプとヒラリーのものですがこれも2人の投票が一緒になっていますこれはすごいですね 1がなんと38%になっています。他の部分もほとんど一致している部分がありません。さっきの放末候補のグラフはかなり綺麗でした。その理由は放末候補というのはどうせ当選しないものですから、それにお金を大量に使って不正までして選挙をする必要がないということなのかもしれません。次は2020年のトランプとバイデンです。 これはトランプとバイデンと別々なグラフになっていますから見比べてみましょう。最初はトランプです。左側の表の中にパーセントの数字が入っていませんが、これは参照した資料の中に具体的な数字が入っていなかったためです。グラフだけが提示されていたので、それをこのグラフに当てはめました。 これも少し外れてはいますがさっきのトランプとヒラリーの時のグラフよりはずっとましです次はバイデンですこれはすごいですねもうほとんど原型をとどめていないというかこれほどまでにずれているというのは今までの選挙の歴史でも初めてなんじゃないでしょうかかなりひどいです今回は日本の選挙も見てみましたが 日本の方はかなり真面目にやってるという印象です。それに対してアメリカはずっと以前から不正が行われていた形跡があります。世界の常識からすると選挙っていうのは勝ってなんぼという世界ですから不正がいくらでもあるのは当たり前のことです。日本というのは世界から見るととてもクリーンな国でこんな国はまずありません。だからといって不正をしていいってわけではありませんけど いくらなんでもこのバイデンのグラフはひどすぎます。もしアメリカがこの不正を正せないのであれば、アメリカの民主主義はもう死んだも同然です。